ス、オラゴク、オラモゴク、消えてなくなれ、消えてなくなれ、レーカー、どうやって勝つんだよこのゲーム。それでもクリリンなら何とかしてくれる。いきなりじゃー出たー、その逃げ逃げ、俺のガルキュアとそっくりだ。シャクメカメラメラシャブカメラメラキャーおりゃー。怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。デレデッツデンデレデレデレデッデレンハンデレデッツデンデレ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 ンダイ。ちょ、まずはさ、みんな一回さ、ドラゴンボールの世界に用意しれよ。一旦これ外を見る。インターバル。何インターバルって。もうここは明確に日常パートとしてゆっくりしろってことか。俺さ、このサイヤ人編が終わってから、悟空が入院して、もう全然動けなくなってて、で、いろんな日常パートが繰り広げられるんだけど、あそこの雰囲気とかめっちゃ好きだったのに。さすがにそこは描かれないか。ピッコロが運転免許取るサブイベントがある。それは絶対やります。ご飯の野球のイベントもある。150キロの高級のボールを顔面に受けて、よし、これなら目立たない、目立たないって言いながらファーストに行ったシーン。それとも8メートルジャンプして、この場合はサードに投げればいいんだっけ？ゆっくりゆっくりってやって250キロぐらいでサードに返球したシーン。どっち？その両方？もしくは。おーい！おーい！おーい！ゴーくん！近くに大きな悪の気を感じるぞ。え？サイバーマンいるじゃねえか！化け物！なんで？まとめて撃ち止めよーし、見とけ。マゼンコ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 。君たちのパパのナッパもこれで殺されたんだよ。覚えておきなさい。俺に手出しちゃダメだ。それ全然強くないからやめろ。強がりオツ、負け惜しみオツ、これからもあのような輩と遭遇したら速やかに倒すのじゃ。頼んだぞ、はい、普通に攻撃した方が強い。うっせえ、ぶっ殺すぞ。行くぞ、進めるぞ。じゃあ、あのさ、宇宙船乗るとき、あの変な格好で行くかな。倒れた仲間たちの命を救える唯一の希望であるドラゴンボールもまた失われてしまった。しかし神の故郷であるナメック星にもドラゴンボールが存在するとベジータの言葉から知ることができた。遥か昔、神の家だったという宇宙船を手に入れたご飯たちはナメック星へと旅立つ決意をしたのだった。初めてですよ。おい、早くぶっ殺しに行こうぜ、ザーボンよ。敵キャラの中で一番殺したい敵キャラランキング1位。それを見せちゃったら俺のチンチンがビンビン丸。ほら、ワクワクすっぞ。ドドリアの声優変わってきてほしいな。つかめ新たな希望、遥かなるナメック星へ。こんなの信じられるかよ。お前の何に疑問を持ってるか聞かせてもらおう。都にヤムチャの幽霊がいたんだよ。ヤムチャさん、ヤムチャさんの幽霊って本当ですか？プーアルだろ、どうせ。ヤムチャってデートするとき道着着てくんだね。なんか最近のヤムチャつまんない、雰囲気もなんか落ち着いちゃってるし。また一緒に、絶対ヤムチャが帰ってきた時のためにプーアルがヤムチャを演じてくれてるんだと思うよ。女をいっぱいつなぎ止めておきました。絶対言う。1億円かける。1人1億円ずつあげる、もしこれ失敗したら。うわわだよな。ほらな、ヤムチャ様が生き返った時にがっかりしないように女の人たちとの仲を取り持っていたんです。おいプアル、こんなとこいたのかよ、探したぜ。あれ、実はサイヤ人たちと戦う前に頼まれてたんだよ、プアルに伝えてほしいってな。それがいろんな女性と仲良くなる機会があってさ、みんなと遊び約束しちゃったんだよな。だっはっは、プアルのやつも力の限り協力するって言ってくれてるし、あいつが協力してくれるならこのチャンスを。いいな、俺もプアルいたらな。おいプアル、おめえちょっと俺の代わりによ配信しとけ、俺今日よ透け込ませてくからよ。どっかにね、プーアル。もしものことがあった時のことなんだが、プーアルのやつは俺が死んじまったらきっと俺の代わりに頑張りすぎてしまうと思うんだ。それこそ女性たちをつなぎ止めておこうとしたりな。でもそんなことをする必要はない。プーアルは俺のことを考えてばかりの人生だったからな。これからは自分の好きなように生きてほしい。
そう伝えてくれないか。うわヤムチャ様、実はちょっと続きがあってさ、そうは言ってもパールちゃんとサバ、その人らとの関係だけはつなぎ止めてほしいなとかなんとかボソッと言ってたんだけど、でもヤムチャ優しいね。だって女と遊ぶなんてさ、自分が楽しかったり気持ちよかったりするから遊ぶわけじゃん、じゃなくて女目線でその女を幸せするために俺が必要なんだ、だから別に俺が死んでもプーアルが俺をヤムチャになることによってそいつを幸せにしてやってくれ、もうすごいいい男じゃん。やばヤムチャ好き、いやすこ、わかりました、パールちゃんとサファイちゃんですね、僕頑張ります、いつヤムチャ様が帰ってきてもいいようにズコー、それか戻ってきた時に気持ちよくなりたいだけか、早く生き返ってもらわないと、頑張ろう、ビッグになろう、頑張ってビッグになって青山に土地買って帰るの。ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯出た、人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにお母さんが。それじゃあ出発するわよ、目的地ナメック星。基地に戻り瀕死状態から回復したベジータは一味のボスであるフリーザの不在を知る。フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報をもとに、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かっていたのだ。永遠の命と若さを我が手にするために。先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追ってナメック星に急ぐのであった。あれは俺のものだ、ピッコロが言わなかったら平和だったのにな。ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。あら、ここは結構はしょるんだね。来たでナメック星。反応がやっぱりあったのよ、ドラゴンボール。やったやった。さあ来るぞ。ヒャッホーヒャッホー。ん？クリリさん、あっちに強い木が。それにちょっと邪悪な感じの木が。大丈夫だってば。レーダーの反応でボールが4つ集まってるところじゃない？なんだ、ナメック星人たちなんだよ。ビビって損しちゃったな。来るんですよね。サイヤ人の宇宙船だ。結構近いな。ベジータだ。あいつしかいない。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。地球に帰ったらソン君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。2ヶ月ちょっと、なんでまたあれが来るわけ？ザーボンに一瞬一目惚れするブルマのくだら早くみたい。キャー、何あのイケメン。ってことは仲間でしょ、あんないい男は仲間なわけないわ。ありました、フリーザ様。これであと3つになりましたね。この声優すごすぎじゃない？マイキーマの人。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、これ違うね、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりました。キュイの戦闘力10,000、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただではすまんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。クリリさん、誰か来ます。え、ナブールだ。サイヤ人、この辺りのはずだ。あれ違う、なんか偽リクームみたいなやつが来た。偽ジースト。あー、これ原作のここのねブルマの演技めっちゃ好きだった。ギャーみたいな。なんてことしてくれんだよあんたたち。運の悪い奴らだぜ。こんな時にこんなところへ来るとはよ。やるぞやるぞクリリン。こちらの方はサイヤ人の仕事に乗せる。結構やるじゃん。あ、結構ちゃんとやるのね。でもこれは避けれるかな。ふざけた真似を。最強の技。よ、解放しろ。ワン、そしてバセンコ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 。最後にこれ、最後にこれ、魔戦連弾からのメテオストライク。
宇宙船ごとぶっ壊す。フリーダムこれで殺す。ナイスナイスナイスじゃないわよ。先ほどの2つのパワー反応、どうやらただものではないようです。よくわかったな。放っておいてもどうってことはありませんが、態度が良くなさそうですね。今度見つけたら消してしまいなさい。さあ来るぞ。フリーザ様の命令だ。これで堂々と貴様を殺せるわけだ。精神機能ついてるんだよね。笑わせるなキュウイ。貴様にこの俺が殺せると思うのか。俺様の戦闘力の方が明らかに上回ってるぜ。機のコントロール。奴を待つまでもない。こっちから出向いて殺してやる。よし、この俺様がぶっ殺してやるよ。ベジータかっこよすぎるから歩いてきます。だからおそらくキュウイの元に、あそこのね、赤い光のところに着くまでには23時を回ってます。でも俺はそれをやる。なぜなら俺はベジータが好きだからだ。8000以上だ。直射に向かっていく。どこに嫌がるキュウイ。キュウイ、その戦闘力じゃ貴様に勝ち目はないぜ。じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、やつらから面白いことを学んだ。機のコントロールだ。け、逃げ足の速さをか。戦闘力のコントロールだ。バカな。19000、2万、20000、22000、どう。パーン。24000を超えたとこ。故障だぜ。そりゃベジータにセットしたスカウターの数値が22000を超えたあたりで。22000だと。お前のスカウターは旧型だからな。俺ので正しい数値を調べてやる。ちょっと性格変わったけど悪くねえじゃん。24000まで上がっている。我々の戦闘力を上回るというのですか。初めてじゃない、隠したと思ったら。お前は互角の強さのはず。歩けねえ。うらー、俺のやる気はそっくりだ。おい、待て、グミすんの。いや、ベジータだったらグミ打ちだよな。くらえ、つえ。当ててみろ、ほらほら。なもの、もろともせず、やりっこ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 、汚ねえ花火だ。あっさりとキュイのやつをやりやがった。この私に表だって反逆し始めるとは。もう二度と地球には戻れないのよ。きっとナメック星人さんが宇宙船直してくれますよ。素晴らしいな。ごはん、いいわね、楽観的で。この移動中、ああそっか、使っちゃうとバレちゃうからね。よし、やってやるぞ。クリリン、いざもろとも、今年もろとも消えてなくなれ。はい、余裕。天津飯技を借りるぞ。悟空だろ、必ず言うからね。天津飯技を借りるぞ、太陽系って言うからね。あっちから別の怪しい気が近づいてくる。ブロンさんも早く隠れて。あ、フリーザか。そうだ、えい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 。一番後ろにいたちっちゃいやつの戦闘力見ましたか、クリリンさん。来た。ものすごい力を感じました。あのチビ、ベジータよりもっともっととんでもないかもしれない。あんなやつらからどうやってドラゴンボールを奪うんだ。この辺苦しかったな。原作見ててずっと苦しいんだもん。年単位で苦しい。連絡を受けた亀仙人は悟空にブルマたちの緊急事態を伝えた。だが悟空はこんな時のためブリーフ博士へ宇宙船を作ってもらうよう頼んでいたのだ。すぐにナメック星に向けて出発した。早速宇宙船の人工重力装置を使って刺激しねえと。あれ6日だっけ、10日だと思ってた。6日間でベジータを超えなきゃなんねしな。俺そこに行って様子を見てくる。ごはん、なるべく気を抑えながら急ぐんだ。はい。非道のフリーザ一味、はあ、ナメック星人の少年を救え。やつら何やってんだ。ここにドラゴンボールが一つあると思うのですが。
知らん、そんなものは持っておらん。他の長老たちはとても素直に教えてくれましたよ。キーですな。素直だと嘘を言い、彼が狙ってるのはスカウターですよ。こうしたら素直になられましたよ。弱これでお分かりのはずでしょう。これ以上意地を張ると次はその子供が死ぬことになりますよ。ひどい。この者がたとえドラゴンボールを集めても願いを叶えることはおそらくできまい。やむを得ん。だが約束しろ、子供には絶対手を出さんと。ついでにあと2個のドラゴンボールのある場所も教えていただきましょうか。ふざけるな。我々ナメック星人は仲間を売るような真似だけは死んでもできんぞ。やっぱりあなたも子供も死んでもらいましょう。やめろー、追うんですよドドリアさん。逃げろデッデ、逃げるんだ。はい。あれキーは、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。許さねえぞ、皆殺しだ。無理。次なる最長老、とりあえず死ね。やめろやめろ。え、そんなんじゃだ無理だろ。てめえは横っ面から蹴り飛ばないと無理だ。もう正面からだ、勝てねえぞ。まともに戦っても俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。本当だよ、やべっつえ。うわー、もったいね。すげえ、なんかこいつ音はまついてる。あぶね、クリン、いつものやっちゃって。やめろクリン、やばい。クリン助けて、6000だと。太陽拳クリン、ドドリアに太陽拳取っ払ったからのゼロ距離で、今もう一発食らわせて。マネグゼロ蹴りませんか。どうしたドドリアさん、しょうが出ねえぞ、そんなんじゃベジータどころか僕にも勝てないよ。逃げるんだ早く。アニメだとテンポ悪すぎてドドリアに太陽拳当てて隠れただけの回があった、あったね。後ろからデレッテッテーン、いや後ろからドドリアがエネルギー弾を打ってそれをかわす、だんだんドドリアが近づいてくる、 CM に行く、ちょっと前から放送する、だんだんドドリアが近づいてくる、いやこのままじゃ落ちられる、助けてよ。だんだんドドリアが近づいてくる、いやそうだ、ちょっともうすぐクリニさん、この子追いつかれちゃうよ。ドドリアがだんだん近づいてくる、いやちょっと待ってるご飯、太陽拳で隠れて30分終わった。泣いた俺その日。これでも食らえ。それだけでマジで30分。嘘じゃねえからな。ガチだよこれ。嘘でしょと思った。やった、うまくいったぞ。で次の回、次の次週太陽拳するちょっと前から始まって、最初の12分使って太陽拳ってやって、何やってんだクソ、この辺一体をぶっ飛ばしちまえばいいだろうって終わってた。月の半分それで終わるんだよドラゴンボール。この木はドドリアか。おいベジータだよドドリア、まさか俺が運転できんのか。今の俺なら奴一人くらいやれる。ドド待ってろよ。ベジータおとなしくそのスカウターを俺に渡して。22000かな。やはり貴様らスカウターを全てなくしたようだな。なんでさっさとかかってこないんだ。わかっているぞ、貴様は俺が以前よりはるかに強くなったことを知り恐れているんだ。スカウターで見たんだろう俺の戦闘力。俺の戦闘力、あんな数値は間違いだ、スカウターの誇張だ。ああ、オドリアさんよ。てめえお前この野郎、木の扱いに長けてんのか。強えドドリア、なんでこんな強い。援護来たまれ、このお仕事消えてなくなれなかろった。やべえドドリアに殺される。一番殺されちゃいけない。お前なんでそんなさ裏技使わせてくんの。お前
秘宝ドドリアまだまだ強え。あれ見せてやろう。ギャリッコ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 、いや俺のギャリック連打が効かないだと。そったれちょっと強い。おいスカウターの故障じゃねえか。いや強え強え。どやめて、コンボ打ち切っちゃダメなんだ。ちょっと今アイテム使おうと思ったんだけど、ドドドドリアでこれだったら先が思いやられる。あーなるほどね、ガーキャンなんだこれ。なるほどなるほど、赤い攻撃はガードキャンセル。でもガーキャンしてこれよ。おいそれ俺もやりたい。あぶねー、ちょっとなんとかしろ。わあお前すごい、なんでギャリックモの中をかいくぐってこれんのあんた。やめろ、あぶねー、止め止め、バカベジータ、なんで止め、飛んでくベジータ、あぶねー。このや消えてなくなれ、消えてなくなれ、消えてなくなれ。やめろ、アイテム見させて。怖い、それ避けれねえね、強い、マジで。なんで、ちょ意味が分かんないんだけど。さらに、なんかまだ、やべ、グリーチめっちゃ見てる。やべ、グリーチだけでが出るぞ。どっちが、どっちがどっちだ。それ避けれねえよ、助けてよ。なあなあ、勝てません、ドドリアに。ドドリアに勝てません。これ避けれねえ、避けれたけど今。もう強い、ドドリアマジで。サボれ、あれだよ、あ俺も分かんねえや、どこで分かんねえ、最後ね、ドドリアマジで強い。なんでドドリアね、ここのドドリアって何、あの結構鬼門だったりする。何そのかっこいいやつ、強いマジで強い。ダメだみんな、俺勝てない。なんでのパ自慢のパワーも怠けていたせいでこのざまだぜ。生まれ変わりやがれ、さっさと生まれ変わりやがれ、さっさとかかってこい、さっさとかかってこいよ、ドドリア。それが怖いんだ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなっていくんだ、覚えておけ。相手が強ければ、お前は今俺に何回勝った、3回か4回か、地球で。ただ俺はどん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 強くなっていってるんだよ。見切ってきたぞ、ドド。ドド、どうした、ドド。やばい、ギャリック砲、ギャリック砲、破格ギャリック砲、おい破格性ギャリック砲。貴様の自慢のパワーも、貴様の自慢のパワーも、このざまだぜ。死んで働き者にでも生まれ変わりやがれ、生まれ変わりやがれ、ドドリア。くぶザコが、貴様が怠けている間に俺は最前線で死にかけながら戦っていたんだ。このまま見逃してくれればある秘密を教えてやる。お前たちサイヤ人の星、惑星ベジータのことだ。何、さっさと言え。お前たちサイヤ人の惑星ベジータは巨大な隕石がぶつかって消失したのでは。多角性ギャリック砲、そう、6回死にかけたからめちゃくちゃ戦闘力が上がった。4万8000くらいだった。お前のように飛び抜けた戦士が生まれ増え始めた。フリーザ様はあの時点で手を打っておく必要があるとお考えになった。フリーザ様自らが惑星ベジータをサイヤ人もろとも消し去ったのだ。だがベジータ、フリーザ様に感謝しろよ。お前の天才的な腕は使えそうだったので、わざわざお前が星にいない時を狙われたのだ。
さすがにショックが大きかったようだな。勘違いするな、ドドリア。俺には星や仲間や親たちのことなどどうでもいい。ただそうとは知らず、ガキの頃から貴様たちにいいように使われていた。自分にムカッパラが立っただけだ。さっきベジータ、ベジータだ。かっこよすぎる。フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。ドドリアに誤解負けたスカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。一つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。強かった、めちゃくちゃ強かったドドリア。よし、ご飯を半殺しにしてデンデで回復させよう。戦闘力が100万超えるまで。孫くんがここに向かって飛び立ったの。到着はなんとたったの6日後。お父さんが、お父さん、やったー。よーし、このゲームリキューブが一番強い。またベジータじゃん。操作長老ってやつはいるか。この俺がドラゴンボールをもらいに来てやった。ベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。これって原作にもあったタイトルなのかな。またナメック星人が殺されている。ベジータ、ベジータとあのフリーザって野郎のどっちが永遠の命を手に入れてもこの世はおしまいだ。一つのドラゴンボールを私たちが見つけて隠してしまえば、あいつらは絶対に揃えられないんだけど。いいね。あなたたちのことを教えてください。星のみんなを助けてください。なんかデンデ声優変わってそうな気がする。なんかでも似てるな。サイチブロー様がそういうことだったんですか。お亡くなりになったんです。ドリデン、あなたたちの謎が解けました。サイチブローの謎が解けました。デン、あ、なんかそう、あれも、え、平野綾なんだ。どうしてその最長老のところへ行くんだ。この星にはもうほとんどナメック星人は残っていない。ベジータの襲った村のドラゴンボールも見つけられたとしたら、残りはたった1個。ひょっとしてその1個を持っているのが最長老さんか。はい、早く最長老に知らせてあげないと。こいつがドラゴンボールに間違いあるまい。さてと、こいつをここに沈めておけば、誰にもこのドラゴンボールは見つけられ、残る1個を探すか。ん、このパワーはザーボンさんよ。間違いない。待っていたんだ。待っていたか。単独で動き出すのをな。やつも仕留めて、ドドリアのようにな。ダメだ、飛び方わかんねえから、このまま敵視するわ。まさかこんな形でベジータも死ぬと思わないだろうね。俺が水の上がり方が分かんなくて窒息死するだなんてな。当てるザボン。よう、ずいぶん久しぶりだな、ザーボンさんよ。スカウターが亡くなってナメック星人の村をバラバラに探し回ってるようだな。貴様、負けるわけがないだろう。貴様らがフリーザの腰巾着をやってる間に俺は地球で揉まれてきたんだ。おい、どうしたザーボンさんよ。貴様の役かー、そのお仕事消えてなくなれ。バカだ。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだ。ドダダ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 。どうした、動きが止まって見えるぞ。動きが止まって見れるぞザーボン。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで、貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。スーパーマンついてそう。あれ、
とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのに、また逆転してしまったぞ。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。ここで戦うわけじゃ、あ、そっか、まさかベジータを殺してなんかいませんよね、みたいなこと言うんだな。意識を取り戻したら、ドラゴンボールのことを吐かせてやる。ネイルさん、無事だったんですね。戦闘力42000。よく来たな、デンデ。最長老様はおおよその成り行きを知っており。俺はネイル好きすぎて子供にネイルって名前つけるかもしれない。最長老様がお会いになる。男の子だったらシンジかネイル、女の子だったらレイ。その三択。でかい。あなたは地球人ですね。あなたは地球人ですね。まず我が子デンデを助けていただいた礼を言いたい。多分その声だったと思う。と大したことはできませんでしたが、加藤爪って書いてネイル。あの悪党たちのせいでもうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。ドラゴンボールがまさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。僕からもお願いします。この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何、地球にもドラゴンボールが。男の子だったらシンジ、おっさんだったらネイル、ナメック星人ならネイル。いや、その3体のか。はい、ちゃんと聞け。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。地球のお方、逃げたの。ちょっとここに来ていただけるか。子供だけ逃がしたの。あなたの過去を探らせてくだされ。異常気象でナメック星がぶっ壊れそうになって、カタッツのお父さんとお母さんがカタッツだけ逃がして、それが神様、いや神殺様。なんと、過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。そういうことよ。元通り一つにさえなれば死なずに済んだかもしれんのに。神様とピッコロが一つに戻れば半減した力が戻る。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか。私が死んでしまえばドラゴンボールも消えてしまう。絶対ジャルジャルのコント、ここからインスパイアされてるよね。そうですか。いいです。蘇らせてもすぐ死んじゃうやつ。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。ありがとう。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。力が吹き出してきた。2万。もう一人の仲間を連れてきてもいいですか。2000から2万。きっととんでもない力を持っていると思うんです。お気をつけて。でバカなクリリンが調子こいて、俺は今気分がいいんだになる。ほら、ここんとこ一つだけポツンと。ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。わかった。あいつ村は襲ったけど、ドラゴンボールは発見できなかったのよ。僕そのドラゴンボールを取りに行きます。なるほど、やった。料理マシンと素材マシン置いたんだって。アイテム欲しい。マジで。ありがとうございます。いやでもさ、なんかここまで来たらさ、原作に忠実にアイテム、戦闘中のアイテム使いたくなくない？なんかずるくない？だ、はい、あったあった。いやベジータ、もうちょい奥に沈めた方がいいんじゃないの。ベジータ、ちょっと近くね。あったあった。アニオリでさ、このドラゴンボールを守るためにブルマがでっかいカプセル、でっかい機械に乗って、すっごい地底の、そこでカニと戦う話、俺好きだった、めっちゃ、あれ。アニより大抵好きじゃないけど、あれは悪くね。なんだ今の爆発は。おのれ、どこに逃げよった、ベジータ。この辺のベジータマジ頭いいよね。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。
だが5個全てを持っては逃げ切れん。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。タッタッ、我ながらいいコントロールだぜ。今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。フリーザちょっと頭悪くない？お前ここにいる。ドラゴンボールが追うんですよ。ドノリアさん、ザーボンさん、何たる集大ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間おいフリーザー、俺はこっちだぞみたいな。知らなかったら、この私があなたを殺しますから。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。出たね。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。流れる？特戦隊、特戦隊、流れるかな。あれ流れなかったら流すけど俺。あったあったぞ、我ながら素晴らしいコントロールだ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。ん？あら、強い戦闘力か。違うんだよ。すげえや、俺にこんなパワーが。バカすぎるこいつマジで。すぐにご飯を迎えに行けそうだ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。くっそ、このさ、このムカデ人間システムよくない？クリリンを追うベジータを追うザーボン。このままでは私の命はフリーザ様に。好き、ここ。あれはとうとう見つけたぞベジータ。ザーボンに見つかったらしいが、しかしいい機会だ。あの地球人のボールをいただくついでに今度こそ片付けてやる。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。なるほど、油断してかかるはずだ。なーに、必殺技パレットを見るんだ。メテオハンマーとかいうクソ、よくわからんクソだ。そして必殺技ツリー解放、ギャリック砲のレベルに習得。まだまだベジータ強くなるぞ。そしてグミ打ちも戦闘力60,000。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいて。クリリン君、それもしかしてドラゴンボール？あ、スキルセットした。本場のドラゴンボールってでっかいのね。またザーボンに。話のわかる最長老さんでしたよ。ご飯はどこですか？このシーン好き俺。あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。みたいなブルマの。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。これよくやったよな。ご飯本当ですか？何？この木はまさか。本当にバカ。ベジータ、意外なところであったな地球人。しまった、強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかった。その大事そうに持っているドラゴンボールを見ると、どうやら目的は同じらしいな。俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は。太陽圏だクリリン。ずいぶん舐めた真似をしてくれたなベジータ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールの在りかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。いきなりかザーボン。もうまたスーパーマー持ってんじゃんこいつ。スーパーマーつければいいと思ってる。俺のギャリック砲のギャリック砲そっくりだ。やめるな、悪夢しやがれ。うさる、どこなんだ。なに、やばい、このまま床に叩き落とされる。かっこいいやつ。この画面怖え。なんだこの地味な。バカ野郎、バカ野郎。何それ、バカ野郎、バカ野郎。
死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどん高めることができるんだ。さあネイル、俺の体を貫け。そして回復をしろ。さてとどうする。てめえと組んだぐらいで倒せるなら世話ないぜ。こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば雑魚などと遊んでいても意味はない。クソおもろ。この辺おもろすぎて何人か死んでんじゃねえか。俺の少女はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。頼むぞご飯。ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。ただご飯ちゃんは冷静なんだよな。敵に見つからない。あの離れ小島でさ、岩の後ろに隠して腹蹴りで逃がしてもらうシーンある。おしまいよ。強すぎない、そのシーンを描くなんて。僕の帽子についてた何かベジータ、急いで隠れなきゃ。ん、前方に強い戦闘力が突然。何者だ。さっさと姿を見せんとこの辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。待って、僕だ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、あのハゲが来てたからな。まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前クリリさんを殺したな。そうしてほしいんなら今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？何しろ全てのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。全ての。あ、その手に持っているのは何だ。これはただの、え、やっだ。これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。あれ蹴られないの。助かった、バカすぎるだろベジータ。クリリンさん、ご飯くれ。気が持っていたのはレーダーか。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。あ、そう、急いでこの棒を離れないと。いいね、特戦隊までの流れ。よし、わかります。このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。特戦隊までの流れ100点。ない、バカな。あのガキが持っていた機械、 あれは時計じゃないな。あのガキども、舐めやがって。許さんぞ。かっけえ。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。今のままじゃ二人でかかっても勝ち目がない。しかしご飯がパワーアップすれば、でもご飯が最長老様に会えばひょっとしてベジータに匹敵するほどの強さになれるかもしれない。俺ワクワクすんぞ。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はいはい。あ、飛ぶことできんだ。じゃあもうクリリンには言われたくねえよな。ご飯キラ、ここは俺が時間を稼ぐ。お前は最長老のところへ行け。なめた真似しやがって。カロットが来ているのか。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボール。力を引き出してくれるって。あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感も終わりのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。なんとか急げないですか。いくつか質問するだけです。あなたは大きな力についてどう思いますか。え、ご飯だったら本当は怖いだけど、ほらワクワクすっさ。それはあなたの真実ではないようだ。もう一度考えてみてください。そうですね、あなたにとって力とは怖いものかもしれません。戦い好きじゃないからね、ご飯ちゃんは。
ですが、力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。力はどんな時に使うべきでしょうか？どうしても使わなくちゃいけない時です。そうです、力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか？え、フリーザたちを倒したい。それはえあなたの真実ではないのだ。なんでみんなを生き返らせたい。そうです、それがあなたの戦う理由です。では行きますよ。14万1387ジース、あいつの戦闘力はいくつだジース。大将、大将、18万を超えたところで中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん、カカロットのやつも来てやがったか。この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何、貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。ねえ、何者かがこの星に近づいてるって。さあ、特戦隊が来るぞ。悟空がとうとう来たんだ。数が一つじゃないような。まさか1、2、3、4、5。腐ったれ、間違いない。この木はギニュー特戦隊だ。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった1つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。しかし、それじゃ俺たちは何のために。リクーム64000。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもギニュー13万、きっと叶えられるだろう。一つじゃないの。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。ちくしょう。ブルドは18000。目いっぱい飛ばせ。きた。やっと到着しましたね。かっこいい。ブルドジェイス、誰だ。はえよ、レーカーン！ジース、ちゃんと、おい、15分かけてくれよ。原作だったらお前、自己紹介だけで、お前前半戦終わってたじゃねえかよ。なあ、待っていました、ね、はえよ。パパ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 。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。もう一回聞いて、もう一回見て、今のファイト。かっこいい。ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ。さあ、3人パーティーでリクーム戦か。ベジータもいなかった。楽しみすぎる、楽しみすぐる。腐ったれ、吹っ飛ばせ。あら、早い、破壊しろ。そいつがドラゴンボールってやつかな。全部揃ってるじゃないか。強引にいただくまでだ、グルド。最強だろこれ。なんで最強。これ破壊しろ。グルドが一瞬だが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。じゃあフリーザ倒せるじゃん、時間止めで口にフグの毒入れれば。これで7個すべていただいた。ベジータ、お前は俺が痛めつけてやる。この前も美味しいところ持ってったじゃないすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。仲良くやれよ。俺は優しいだろう。
おー最高っすよ。バータのシーンもカットされてる。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。破壊しろこりゃあっという間に終わっちまいそうだ。木を解放しろ。2万ぐらいあるからな。いや、ただのチビじゃなさそうだな。クリリン、あれを頼んだ。汚ねえぞ。それさえあれば負けんか。からのやっていいよな、みんな。ごめんじゃねえぞ俺を。破天荒、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 破天荒。マッキエンザもぶっ込めよ。破天荒。やっちゃってください。汚ねえぞ。やべえ、止められてるぜ。おい、どうしたグルド。いやー、止められちった。消えた。つえ。おお。やばすぎない？結構。これがお前の最高の技か？俺の最高の技を見せてやる。俺の最高の技はこのスルセン流太陽拳だ。俺をかわせるやつはいない。なんでだってドドリアだってこの技。餌食になったんだからね。汚ねえぞ。最高太陽拳。太陽拳最高。ウルドさん、今楽にしてあげるよ。おめんから打ち合ってやろうじゃねえか。じゃあはい、さよなら、グルドさん。まあ、お前なんか所詮全体を特戦隊の。お前なんかじゃ、オラたちには勝てねえ。でっかいやつ連れてきなよ、パイナップル頭の。てか、ドドリア連れてこい。俺に貸したかったら。リックム段違いに強いです。よし、1時間以内にリックム倒すぞ、みんな。やつらの中でも可愛い方だ。これからか。本当の地獄だ。さあベジータちゃん、お命ちょうだい。今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。ただし体力使えるの絶対勝てる。その余裕が頭に来るぜ。めちゃくちゃ最高。めちゃくちゃで最高。みんな、おい、コロコロコミックアタック。おい、このコロコロコミックみてえな ボタン連打が一番強いから、こうやってなボンボンみてえに強え。こんなまともにやったら、ねえ、ちょっと待ってよ、このねえ、岩にはまって動けねえんだって。これ何、このゲーム岩にはまってんだけど。クリリン、やっちゃって。こいつ全部もう全ての攻撃に。クリリン頼むぜ。なんか、いやー、なんだお前、待たせたな。全然食らってねえし。やべ、なんかリクームが、リクームの挙動がおかしくなってる。ご飯、クリリン合わせろ。太陽拳からの、魔天荒からの、あとお前らがやれ。キカリリ、早くキカリリ、黙れ。 R を押しっぱなしにすると移動時かかる。
俺がスーパーベジータの組打ちだ。小学校2年生の時に習ったこの組打ち。おい、準備運動はここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。さあ、始めましょうか。始めましょうかね。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もうタッカラプト知らないな。不老不死になられたのでしょうか。何か暗号があるのですね。ムーリが言ってたの。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。3つ？まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、ネイル、私が直接聞いてきましょう。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。あ、やっと悟空が来てくれた。いや、これリキューム正直太陽圏なかったら勝てなかったと思う。で、こっから先クリリンが共闘するシーンなんかないから。おい、これ大丈夫か。俺太陽圏 B 機で勝ってきてるけど、太陽圏オンリーで勝ってきてるけど、敵の超必殺技に太陽圏合わせるだけの簡単なお仕事。ナメック星に到着しました。悟空ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯たちの元に向かう命にだ。必殺技パレット、カメハメ、じゃんけんグーはごめん卒業。元気玉、衝撃力 132? ワクワクすっぞ。おい、カメカメ、うわー、修行な。ちょっとさ、おい、悟空とさ、助けに行く前によ、修行してから行こうな。おめえが死んでもドラゴンボールで生き返らしてやる。修行すっぞ。修行があったぞ。超カメハメハオ推奨レベル30、サンゼウレベル27、いける。なんで悟空3人とやり合わないといけねえんだ。絶対勝てねえ。死んだい、くだらねえ。何にも分かんねえけど、いいや、これで、ね、ちょうどいいや。10名カメハメハカヨケすぐタッチ。一人倒すの精一杯じゃねえか。アイテムがない。お前かっこいいと思ってんだろ、このラッシュが。いいよ、素直になんない。みんなも俺のドラゴボに憧れてるんだろ。来たるとも来たまる。許してやるよ。オラには行かねきゃいけねえところがある。まあ、クリリンなしじゃ俺の実力はこんなもんだ。ただな、みんな、オラにはクリリンがいる。さっさと片付けちまえ。相手が悪すぎたな。ああ、黙れ。お父さん。お父さん。カカロット、やっと来やがったか、センザ。まずクリリンに食わせてくれ、悟空。手を分けてやってくれ。こいつらは、ほら、一人で片付け。おい、そんなこと言わねえで、クリリンとオラと。お前ら向こうに行ってろ。こいつらはクリリンとオラ二人で片付ける。おめえはオラに勝てねえ。何を言うかと思ったら、とんでもねえオーラを吹きやがったぜ。おいおい、悟空の力にも慣れてきたか。おい、一気に決めるぞ。はい、オーラー。100名カメハメハ、ジャブカメハメハ、カメハメハ。これどうやってやったら上に行けんだろう。ずるいよそれ。レーザーガンの避け方がわからん。あ、なるほど、 R 押しながら。やだ、こんな避けれるか。あー、やだやだ、あ、やだ、ゴケガケーじゃだだ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 
ったらとっておきを披露してやろう。え、上下の移動がわからん、マジで。左スティックに、ファイティング、ミラクル、太陽変だ、うわすごっ。ビキ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 、悪いな、隙だらけだったもんだからつい、この、いや、やる、お、サイヤ人の戦闘レベルを明らかに超えている。あいつ一体どんな訓練をしやがったか。強くなりすぎちまったよ。まさか伝説は本当だったのか。1000年に1人現れる、どんな天才戦士も超えられない壁を超えてしまうサイヤ人、スーパーサイヤ人なのか。油断したリクームと妙な偶然がただ重なっただけなのによ。ああ、偶然に決まってるだろう。奴の戦闘力はたった5000くらいから変わっていなかったんだ。瞬間的に出せる火力はまだまだこんなことじゃない。そう、HP 回復、いやー、うわー、切らねえか。何もね、こいつ、やべえ。おい、ちょっと待て、リクームイレイザーガンのかわし方わかんないとこの3年やっぱ消えらねえか。どうやってこのベッパーで、ほらワクワクすんぞ。おい、このパワーでしか挑めねえのだったら、ほらワクワクすんぞ。勝てるか。いや無理じゃん、やばっ、もう蹴ってくれ。くやー、やっぱり蹴らねえか。ワクワクすっぞ。あれね、これさ、やばい、回復量買えねえのか、ゴロゴロ、やば、終わりじゃん。じゃあ持ってんの俺、体力を5万回復するんですよ。そしてこの元気のマックス、どこで使うか。感じねえぞ。ワクワクすると超カメハメハで、やっぱこっちっしょ。そのお仕事消えてなくなれ。ちょっとね、見えない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 。そんだけしか回復しないの。こんなもんか、こんなもんか。あら、おら、連続エネルギー弾とかやってみるか。すでに習得しています。ちょ、もう一回挑んでみようか。オーケー、行きます。勝てるぞ、勝てるぞ、上手くなってきた、上手くなってきた、絶対勝ちたいねえ。お前らさ、ずっと二人で一緒に戦ってやがって、気色悪いな。あー、マジでキモい、こいつら。あー、勝てそうなのに、キショー。ちょっと、もう一回貸してくれ。そう、こんな時にクリリンが、クリリンがいてくれたら。あー、勝てない勝てないよ。ちょ、ラスト、なんかちょっとずつ分かってきたわよ、なんかちょっとずつ戦いが分かってきたわよ。なんか良くなってきたんじゃないの。今までは押すことしかできなかったけど、引くことも覚えた。わかった、そういうことか、このゲーム。わかったぞ、みんな、このゲームの本質が。まず2、3発殴るぞ。逃げて、じゃんけん誘発させて、カメハメハ打ってくると。なるほど、あと2人絶対勝つ。だいぶ食らわしたね。おい、強くなってきたんじゃねえか。おい、敵の
攻撃を打たせるのが大事。よっしゃ、オッケー。さあどうするんだカカロット。いやもうムカつく。なんだそれ。お前カメハメハぶっぱしてるか。面白いか。そう、海大っ嫌い。海大っ嫌い。俺は最強の力を手に入れたんだ。ただし HP はどうやって回復するんだ。勝てる。敵のスタンゲージをゼロにして必殺技を打つとエースライル。おめえはオラに勝てねえ。出た。おお、超えた。うお、やったーやったー、よっとー、超カメハメハ。なんで俺の超カメハメハリクームイレイザーガンの方が食らうんだよ。あれ、喋れない。よし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 。スタンゲージは HP の下の紫のゲージ。溜まったらいいの、下がったらいいの。ゼロになったらね、 OK。 そしたらカメハメハ打てて、打てばいいんだね。やっぱ平らねえか。絶対勝つ。あー最悪。いや1対1だったら絶対負けねえのこいつら。勝てんだけど、みんな次に行かせ。さあ、しくしょ。毒3人の戦いを思い出せ。ありがとう。距離を取って敵に攻撃されて、これ実況。お前ふざけんな。それ俺の技。間違いなくたったの5000だというのに。バータが旅されてきやがる。あーこれバータ先にやんなきゃダメだ。ジースはさエネルギー弾だから被害軽微なんだけど、バータがさ近距離仕掛けてくるから決めた。一回やりますよ。これバータからいくわ。バタからいきます。さっきのさ悟空との3人戦い思い出せ。距離取って敵の攻撃誘発してしっかり完成。ここはダメージもらえるからってことか。いらっしゃ、これ警戒。あ、攻撃するとき海洋拳使った方がいいわ、これかっこいい。なんかおい、クラッシャーボールてめえ撃ってくんじゃねえ。よっしゃ、まず一人。メジャーオラには勝てねえ。クラッシャーボール。あ、待て、おメジャーオラには勝てねえって言ったの。あれ、嘘。ちょっと待って、みんな、おい、とんでもねえコメント見た。この後ギニューとも連戦があるし。絶対無理じゃねえかよ。じゃあおい、どうやって勝つんだよこのゲーム。オラか。オラの名は地球育ちのサイヤ人。あかけだ。すっげえ戦闘がみんな命がけだよ。めっちゃ上手くなってきた。この後ギニューがいると思ったらたまんねえや。楽しみで楽しみで、それが楽しみで楽しみで楽しみで、オラワクワクすんぞ。その程度の力でサイヤ人に挑むじゃねえ。どういった、ギニュー戦に1秒残しとかなきゃいけないからな。絶対クリアできねえ。ケリリー、頼む、早く来てくれケリリー。しゃあ、それでもクリリンなら何とかしてくれる。カカロットは攻撃のほんの一瞬だけ急激に戦闘力を高めているんだ。あまりにも短い一瞬なのでスカウターでも拾いきれていないだろう。なぜあいつに あんなパワーが。超エリート部隊の俺たちが、でも足も出せないままやられるなんて。貴様の甘さにはヘドが出そうだぜ。天津飯蘇生してさ太陽系に行けたらいいんですよ。
どうやらピッコロじゃ勝てねえけどよ。天津飯の完全なスーパーサイヤ人にはなりきれなかったようだな。天津飯を生き出してくれ。こんなことではフリーザには絶対に勝てんぞ。オラも修行してずいぶん強くなったと思うが、それでもそいつには絶対勝てねえっちゅうか。フリーザの強さはおそらく貴様の想像をはるかに超えているぞ。あいつらが手も足も出なかったんだぜ。悟空に勝てるやつなんているもんかよ。だったら戦ってみるんだな。だったら戦ってみるんだな。フリーザは今頃ドラゴンボールで不老不死を手に入れてしまっているはずだ。もしここのドラゴンボールも地球のと一緒なんだったら、シェンロンが出るときに暗くなるはずだろ。確かに。だがさっきから明るいままだ。多分まだなんじゃないかと。ドラゴンボールが揃うと何かが出てくるのか。そうか、わかったぞ。あいつは合言葉知らねえんだ。まだオラたちのネゲーを叶えるチャンスが残ってる。ネゲー、やったー。ん、2つの戦闘力が近づいてくるようだ。お前の逃がしたジースがギニュー隊長を連れてきたぞ。あ、またジースいんのか。来るなよジース、気持ち悪いな。あっちの方角に杖気を感じる。大変だ、最長老さんところだ。まずいぞ。あいつが願いの叶え方を聞き出したら。ただクリリン、絶対に最長老さん、おめえの太陽剣があれば勝てる。最長老さんが死んじゃったらドラゴンボールもなくなっちゃうのを知らないんだ。よし、クリリンとご飯はドラゴンボールを取り返してくれ。オラとベジータがあいつらを食い止めておく。ベジータ一人でドラゴンボール取り返してくれ。早く、俺とクリリンで足を止める。頑張れよ、ごくん。クリリン、ベジータはオラと一緒に来てくれ。まあいいだろ。まあいい。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。あいつの戦闘力が生きた。ジース、妙でしょ。ギリだしょ。18万です。18万だぞ。に合うんだ。来るぞ、そのシーン。おそらくあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。かつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。頼むベジータ、せめて引き連れてってくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。頼むベジータ、逃げないで。あばよ。ああ、俺も逃げたい。ベジータ、ベジータのやつ、オラをこいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって腹だな。いや、めっちゃ強えし。ちょっと待って、ギーにめちゃくちゃ強いし、ジースも死ぬほどだる。ちょっとカーの野郎、これギニューからかね、みんな。すんごいね、あんた。これギニューさんからいきましょう、次。いやー、瞬間的に出せる力。まだまだこんなもんじゃねえ。瞬間的に出せる火力はまだまだこんなもんじゃない剣について。じゃあ出してくれよ、悟空。ぐえ減り方、終わりだ。よし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 、うまい。いや、海洋剣使ってっていいわ。スーパーサイヤ人なのか。たださ、1対2のとか、1対2とか3の時はそんなこと言ってた。戦う方向から選んでいかなきゃね。今のジースからやってたら絶対勝てなかったね。恩恵の方がでかいね。なんということだ。ほら、無駄な戦いはしたくねえんだ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと。チャージ。本気か。本気だね。近距離と遠距離のやついたら近距離から殺していこう。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか。これ戦闘も面白いよ、このゲーム。スーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。なぜ笑う。ジェイス、俺のスカウターを持っていろ。何を。うわ、気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チェーン。
取られた。あ、でも一応 S で。これ、リクーム、バータ、ギニュー、めちゃくちゃ、めっちゃ大変だった。なんでオラが、そこにいるんだ。交換させてもらったぜ。貴様と俺の体を。よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。びっくり、悟空がギニューでギニューが悟空。パン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 。ダメだったんか。ま、いいでしょう。チリの一粒くらいは放っておきますか。フリーザこれよくやるよな、カカロットといいさ。何か用か。私はフリーザといって、あなたたちのドラゴンボールを集めてある願いを叶えたいものですが、そこで教えてほしいのです。どうすれば願いを叶えられるのでしょうか。お帰り願おう。邪悪なものに教えることはできない。邪悪よ。素直に話した方がいいと思いますよ。あなたを殺すぐらいわけはありません。お二人いらっしゃるんでしょう。どちらかの人から聞き出せばいいことですから。ではそうするがいい。もし最長老様を殺せばドラゴンボールも消えてなくなるぞ。うん、今なめくせ半分ぐらい。このペースだと朝4時まで稼いでくれ。絶対無理だ。なるほど。なんてボリューミーなんだ。ですが、あなたが殺されそうになっては初めてですよ。こんな屈辱を味わったのはね。そうたやすく倒されるつもりはないが、戦う場所を変えさせてもらうぞ。最長老様は寿命が近い。ま、いいでしょう。絶対に許さんだ、ぶちきれ様。ほう、これはすごい。戦闘力4万2000まで上がりましたよ。参考までに、これからあなたが戦おうとしているこの私の戦闘力数をお教えしておきましょうか。私の戦闘力は53万です。ですが、もちろんフルパワーであなたと戦う気はありませんから、ご心配なく。私の戦闘力は53。おざけ、初めてですよ。私をこんなにコケにしたのはね、初めてですよ。とにかく初めてなんですよ。あの早く初めてですよ聞きたい。あいつら地面に埋めて隠してると思う。これで揃いましたね。とっととシェンロンとやらを呼び出しやがれ。初めてですよ。そうしたらあのチビどもを片付けて、この俺が不老不死の願いを叶えさせてもらう。揃った7つの玉、シェンロン、ポルンが現る。よし、行くぞ。早く初めてですよ聞こう。そして願いを叶えたまえ。シェンロンが出ない。なんで。ちょっとセリフが違うのかもしれませんよ。クリニさん、誰かこっちに向かってきます。え、間違いない、さっきのギニューってやつらだ。じゃあ、お父さんもやられたの？多分今回2対3だな。え、悟空、ギニューとかいうやつを倒して部下を仲間にしちまったのか。願いは叶えられたのか。それがよ、ダメなんだ、シェンロンが出てこねえんだよ。なんでだろうな。それより悟空、お前なんか変じゃないか。なんであいつらのスカウターとかいうやつなんかつけてんだよ。クリリンさん、そいつはお父さんじゃない。って、どういうことだ。体を取り替えてもらったのさ。こっちの方が相当に強かったもんでね。ご飯の妄想パートが面白いんだよな。お父さんがこうなっちゃったよって言って、ギニューの体の悟空と父と釣りしてる妄想すんのよ。そのご飯ちゃんが可愛い。その描写があったら俺はもう1億円鳥山明に払う。現金だな、現生で。そいつはオラじゃねえ。そうさ、この俺はギニュー独占隊隊長、ギニュー様だ。ごはん、ごはん、クリリン、今のおめえたちなら絶対に負けはしねえ。貴様の元の体だぞ。
勝てるはずがなかろう。そいつはオラの体だ。精神と体と一致させなきゃ大きな力なんて出せねえぞ。俺も戦わせてください隊長。おっと、だったら俺も相手をさせてもらおうか。かっこいいじゃねえか。ベジータ、貴様いつの間に。ただな、みんな、今回は最強のクリリンがいるからおしまいだ。なぜかって精神と太陽系になるからか。逃げ回って太陽系を見つけるだけの簡単なゲームだ。見れば、はい、勝った。太陽系なんで太陽系だけこんな強えんだよこのゲーム。負けんか。これが太陽系場面。おお、つれ。さあどうすんだおい。まずは太陽系で足止めからのヤリックを、そして近づいて一回離れる。クリーやっちゃって。俺の戦闘力は、あのベジータ、どうしたんだ。なあ、強くなりすぎちまったようだな。はっきり言います、クリリンが最強ですこのゲーム。なんということだ、チースがやられるとは。次はお前だ。死ねー。まさかチェンジ。やってくれあの野郎。よくも邪魔を。どうやら元に戻れたぞ。元の体に戻ったんだ。ただベジータ乗っ取られたら終わったな。今度こそベジータと入れ替わってやる。で、悟空が投げるんだぞ。ま、熱いぞ。いただくぞその体を。これ奇跡だよね。これだ。本当にカエルと入れ替えたら悟空戻れねえ。一生ギニューの体になっちゃうよ。一旦悟空に戻ってからカエルにしないと。やろ。カエルの精神を宿した悟空が出来上がっちまうぞ。どういうことだ。あいつをカエルに変えてやった。そう、このカエルは後にブルマと仲良しになって、ブルマがあんただけよ、この星で私に心許してくれるの、なんとかしてなんとかしてあんたと話ができないかしらって言って話す変声機みたいなのを作って、チューッてされてブルマと入れ替わったぞ。言いなさい、死ぬことになりますよ。初めてですよこんな私をコケにしたのはね。もうお前がそれを知っても無駄だ。で、最終決戦にもブルマの体が現れて、フリーザ様頑張れってブルマが言ってた。どうやって戻るんだっけな。お前が知りたがっている合言葉を伝えにな。何？なんでさ、ネイル言うのここで。おい、絶対に許さんと虫キャラども来るぞ、ついに。なあ。絶対に許さんと虫キャラども。初めてなんですよ。俺、今気持ちが高ぶってるから、もうこれから、もう多分、ドラゴンボールの。願いを叶えるのは、このフリーザ様だ。もうゲームの音声聞こえねえと俺が全部言ってくる。生物なんかでは、うまーい。ナメック星人、このペラペラとおしゃべりなの。貴様ならこのメディカルマシーンで大した時間もかからずに全開できるだろう。さて、貴様らには戦闘服をくれてやるか。防御に関しては少しはマシになるだろうぜ。なんだこりゃ、すげえ軽さだ。ごはん、悟空を治療してる間に最長老さんところに行ってみよう。俺はベジータのこの神龍を呼び出す合言葉を聞かないとどうしようもないからな。新型の方が好き。そうですね。俺はフリーザのやつとの決戦に向けて休息を取る。いや、肩パッド邪魔じゃねえんだよ。あれもゴムで、新素材のゴムで全然柔らけんだよ。クリリンさん、ゴハンさん、どうしてここに。それがやっとドラゴンボールが揃ったのに何にも起きなくてな。僕は最長老様に言われて願いの叶え方を教えに来たんですよ。あれはナメック語で喋らないと願いは叶えられないんです。それは確かに
僕らには無理ですね。面白いこのゲーム、マジで。急ぎましょう。最長老様の寿命が近いんです。それにもうすぐこちらにフリーザが来るかもしれません。いや、デンデンは普通に飛んでんの。あれだ、最長老に休息するとか言ってた、ね、潜在能力上げてもらって吹っ飛んできたんだよ。できるだけ気づかれないように戻ろう。だったら全員潜在能力高めとけよっていうツッコミはなし。到着っと。ネイルだって8万ぐらいあるんじゃないか。ネイル、こっちにおいで。あんたの潜在能力を高めてあげるから、あの地球人たちの力になっておやり。よし、なんとかベジータには気づかれなかったみたいだな。早く、こっちに近づいてる。フリーザだ。早く急げ、デンデン。早く願いを叶えて。天津飯をここに連れてきてくれ。天津飯の太陽系さえあればご飯一人で勝てる。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。光った。俺の太陽系であいつの動きを止める。クリリンと天津飯の両サイドから太陽系ためよう。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。さすが本場のシェンロン、気前がいいや。不老不死にしろ。初めてですよ。まずサイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリツ、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。これ覚えよ、みんなで。タッカラプト、ポッポルンガ、プピリット、パラなんか全国に覚えたから、今の覚えよ。生き返らせることのできる人数は、ローランドが一番最初に覚えた中国語が俺か俺以外かみたいな、そういう特徴があるんだ。俺たちが一番最初に覚えたナメック語がサイヤ人に殺された地球人を全員蘇らせてくれにしよう。生き返ることができるのは一人だけらしい。天津飯お前だ。俺にご飯と話をさせてくれ。そっちの状況は分かった。いいか。そしてギャルのパンティもくれ。1個目の願いでギャルのパンティ、1つ目の願いで、2個目の願いで天津飯を生き返らせるんだ。3つ目の願いは俺が生き返れば神も生き返る。そうなれば地球のドラゴンボールも復活して他の連中も蘇らせることができるはずだ。そうか、その手があったんだ。そして2つ目の願いを言う。俺をナメック星に任せろ。生き返った俺をナメック星に飛ばしてくれ。俺の仲間だという連中を殺したフリーザってやつと俺を戦いたい。バカモン、その星に俺を呼ぶんだ。なんで海洋止めないの。わかりました、ピッコロさん。なあ、3つ目の願いは好きにしよう。じゃあギャルのパンティにしよう。地球にいたピッコロっていうナメック星人を生き返らせるよう頼んでくれ。3つ目の願いで悟空の HP 全開させる、はい、ピッコロさんですね。クーリプーパス、ブヤキリグを。それかギャルのパンティか、どっちか。1つ目の願いを叶えてやろう。神様。神様。ピッコロめ、粋なことを考えおったもんだわい。二つ目の願いは、今生き返らせてもらったピッコロさんをこのナメック星にワープさせてください。目の前にワープさせ、あの、はい、じゃなきゃね。テルモバラ、アコロル、ステノニピロ、ピッコロル、マゲカ、タマクロル。それはたやすい。二つ目の願いを叶えてやろう。なんでこっちナメック語なのに日本語で喋ってるか。こいつは脳内に直接語りかけてきてるからな。なるほど、ここがナメック星か。懐かしい。ここがふるさと、ナメック星か。妙に懐かしい気分だ。俺は今印象に浸っている場合じゃない。とんでもないパワーを手に入れたんだ。こいつが最高。ごめん、ネイルとツムリとマイーマと同行しよう。さあ最後の願いを言うがいい。あら、叶えたっていないじゃないか、ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから。バカマジで、クリリン。ここへ来て欲しかったのですか。当たり前だろ、殺すぞ。そんな、はい、ギャルのパンティくれ。どう。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ愚か者め。フリーザを倒すにはこの俺を不死身にするしかなかったんだ。待って、願いは3つまで叶うんです。まだそのまま手を上に上げてませんか。バカ、しゃべるな。チャンスだ。予備動作少なくするぞ今だったら。そいつを聞いて安心したぜ。
クリリンが今のポーズを取ると見せかけて太陽拳止めて、そこまで来ているぞ。ノーモーションで言うて、ノーモーションマセンコ。3つ目、最後の願いはまだか。こうなったら破れかぶれだ。デンデン、そいつの願いを叶えてやれ。では。最長老様がお亡くなりになったんです。どうしたんだ、俺はもうドラゴンボールが不老死になったのか。甘い死に、最長老様が、最長老様が亡くなられたのです。神、最長老様にとうとう寿命が。もっとお前ボロボロ泣いてるんだ。なんだと、俺の不老不死はどうすんだ。音でかくせろ、マジで一番いいセリフ来るから。やってくれましたね、皆さん。あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうと。勝てる。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ。初めてですよ。私をここまでコケにしたおバカさんたちは許さん。全然劣化してね。絶対に許さんぞ、もしけらだな。なんて気だ。このチビ2人が全力になって勝てるわけ、勝てるないぜ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの3人で戦えばなんとか勝てるぞ。勝てる。今の俺たちなら変身したお前にも勝てるはずだ。変身。宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて姿を変えるやつがいるんだ。さあ太陽拳変身しろ、フリーザ。今すぐ変身して正体を見せられ。ああ、そっかそっか。比べするシーンはカット。そこまで死にたいのなら見せてやろう。フリーザの声優やばすぎる。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。驚きなさいよ。これ全然やべえ。俺ドラゴンボール2周どころじゃねえ、先週してるわ。もう全部覚えてるわ。戦闘服を外して身軽になることを変身と言っていたとはな。いきなりだ。やべえ、前ほど優しくはないぞ。こうなってしまったら前ほど優しくはないぞ。前ほど優しくはない。何しろ力が有り余ってるんだ。戦闘力にしたら100万以上は確実か。バッバッ。さーて、ドイツから地獄を見せてやろうか。おい、ざけんなよ。クリリンさえ生き残ってれば。消えた。このシーンマジですごいよね。ドゥン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 。クリリンさん。え、もっと揺さぶって、うわ、うわ、うわってやってくれよ。そんな簡単に手放さなかったぞ。クリリンさん。時間をかけてゆっくり。正直に言う。心配をしてるしないと。あのね、1対1だったら負けねえよ。さっきもだって1対2だったんだもん俺。バッ。この程度か、フリーザ。ドドリアもっと強かったぞ。やりくそ。さあ、惑星ベジータの仇を取れ。今のはさすがの俺も少し痛かったぞ。痛かったな。しかし相手が悪かったな。ただ怒りを買っただけだ。あれ、クソソソは、かすかな気を感じる。俺とそっくりだ。地球人の言っていたナメック星人か。彼らの願いが叶ったのか。この後のピッコロのセリフ超いいから見てくれ。よかった。いろいろと事情を知っているようだな。ならば俺がそのガキたちを助けようと急いでいることも知っているだろう。悪いが見殺しにしていくぞ。どう鍛錬したかわからんが、信じられんほどのパワーを身につけているな。元通りの一人のナメック星人になって戻ってきさえすればフリーザにでも勝てたろうに。だよ。何？今更どうしようもないことだ。それに俺はあんな奴と二度と同化する気はない。私と同化しろ。そうすれば本当だよ。一回地球に帰ればか。数倍にもなる。同化して戻ってこい。貴様、ドラゴンボールにもう一回離させてくれ。って時間がない。頭使え。私は直に死んでしまう。でさらにネイルと同化しろ。
早く私の体に手を置け。ナメクセ人全員蘇らせて全員同化しろ。心配するな。一つの答えとなる。人格はお前のものだ。ナメコロ様になろう。いいだろう。絶対にフリーザを倒せ。ちなみに原作だとこの同化する白黒のシーンだけで15分くらいかったな。に言われるまでもない。マジで。オープニング、CM 開けてもまだ試したからね。何分かかるの、同化って。なんという力だ。これが同化というやつなのか。今行くぞ、ご飯。俺は今、最強の力を手に入れたんだ、マナゴタッポ。俺は今、究極の力を手に入れたんだ、コウサッポ、早くと。で、ネイルと同化するシーンだけで15分。で、ピッコロが気合い入れてるシーンだけで15分で、アニメ終わったから。ついにピッコロが来るんだ。来なかった、ピッコロは。どうしたベジータ、助けに来んのか。あ、すげえ、ぴったし一緒、原作と顔が。なんであいつこの顔寄せるのむずいぜ。あのフリーザの顔やめた。二度と復活できぬよ、粉々にしてくれる。太陽出たフリーザにも効くぞ。ベジータ今だ、攻撃してくれ。何かを思うベジータ。よかった、死んでいない。最強すぎるだろ、デンデ。なあ、太陽拳とデンデのこれ強すぎない？そういうことだったのか。言うから見せてくれ、今から1時間後に言うから。何してんだよベジータ。復活はできない。あのナメック星人のガキにあんな能力があったことをなぜ黙ってやがったんだ。俺たちだって知らなかったんだ。めっちゃ強くなったからね、ご飯。これサイヤ人の血を引いてるだけあって、復活したら戦闘力がぐんとアップしやがった。よし、ほんのわずかだけ運が向いてきやがったかな。だからさ、デンデと二人羽織で戦おうぜ。常にデコマをしてみてもらおう。あのチビも確かに死にかけていたはずだ。ブーン。ピッコロさん、待たせたな。ドラゴンボールでこんな役にも立たねえカスを生き返らせやがって。同じく天使なんだよ な生き返らせるとしたらな。俺一人でやる。お前たちは手を出すな。やれるものならやってみるがいい。弱い。これまでのナメック星人とはどこかが違う。ピッコロ強くね。ピッコロ強くね。ね、挨拶代わりだぜ。魔漢コウサッポー、コウサッポーで殺す。フリーザ火力がえぐい。おぉ、よし、あー、わち、それかなー。それとナメック星人の怒りを思い知れ。メガネウマメガネウマ。第2形態来るか、脱ぐか戦闘服を。さっきは悪かったな、貴様を舐めてたんだ。だが想像以上にできるんでな、実力を見せることにした。俺もだ、俺もだ、本気でやる。クソかっけえこの BGM。 ねえ、どうやら勘違いしているようだな。今見せたのが本気だと思ったのか。何、貴様は今のこの俺が変身したものだということを知らんだろう。貴様にも与えてやるぞ、この俺に対する地獄以上の恐怖を。あのさ、俺第三形態の声が一番好き。よし、のっぺ先に絶望感を与えておいてやろう。ちょっと低くなるじゃん。どうしようもない絶望感はな。声がのっぺとなるよね。このフリーザは変身をするたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味が分かるな。光栄に思うがいい。この変身まで見せるのは貴様が初めてだ。なんかさ、第三形態だけで十分じゃねえ。戦います。くそー、待て。おい、貴様が言っても無駄だ。俺を半殺しにしろ。それより、この俺を半殺しにしろ。今すぐ。ふう、
お待たせしましたね。第2回戦といきましょうか。いくぞ、ごはん。化け物め。どうり、ちょっと拝見。時間をゆっくり使ってください。今日はご飯が強え。あ、ダメ。行くのか。ごはん、ごはん。やめてくださいよ。地形変わっとるやん。やったやったやった。まああれは食らっとかなきゃ嘘だから、あれは食らってよし。あれは食らうことによって原作をすでにちゃんと再現していくぞっていう。魔剣闘ザット、魔剣闘ザット、魔剣闘ザット、魔剣闘ザット。どうだ、これが魔剣の力だ。これが貴様らに殺されたサイヤ人、ナメック星人たちの怒りだ。俺たちサイヤ人が死の一歩手前で復活した時に強さが増すことは分かっただろう。さっさとこの俺を半殺しにするんだ。自ら死にかけても効果はない、貴様がやるんだ。一瞬で治療することのできるあのナメック星人のガキがいたことは幸運だったんだ。いくら大嫌いなお前だって、そんなこと。もうすぐ悟空も蘇ることだし。カカロットは下級戦士だ。これ以上強くはなれん。ひどい差別だ。この姿のままでもあなたたち全員を始末するのは。さあ、いよいよ来るぞ。簡単なことですが、殺す前に死よりも恐ろしい究極のパワーというものをご覧に入れましょう。ちなみにこの第4形態に変身するだけで今のうちだ。間に合う、早くやれ。うわそれでいいんだ。何、この俺は直せんだと。どうやってそんなに引き伸ばしたか後で教えて。僕の仲間をたくさん殺した、そんなやつは直せない。あのクリリンのうい、あい、あい、あいっていうあいぎくだけで伝えてた。マジだからだ。おい、デンデ、回復させてやってくれ。大丈夫ですか。すまない、助かった。ネイルさんの影を見てる。クリリンさん、どうしてベジータを。わざと半殺しの目に。100回ぐらい殺しかけようぜ、ご飯を。そうだったんですか。デンデ、気持ちはわかるけど、今はベジータもいなきゃどうしようもないんだ。1回限定なの、この裏技は。変身が完了したんだ。チッ、もたもたしやがって。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。かっこいい。戦闘力1億5000万。あれがフリーザの正体。苦労させて願いを叶えてもらったが、すまなかったな。お前たちを助けられそうな。いや、なったらバン。ここで出るわけよ。これでね、あのナメック星人がお前たちを復活させていたのを見させてもらったよ。でもこれで復活はできない。さて始めようか、皆さん。あれがフリーザの正体か。だが今の俺ならやれる。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。冗談きついよ、ベジータ。恐怖の宣告、フリーザ最終形態の超パワー、ゴーク。おい、まさかあの名シーンある。大丈夫だ、おい、カカロットの出番はないぜ。ソンには海洋圏が見えてるぞ。いるのがその海洋圏10倍じゃっていう、あの史上最強の天津飯ダサダサ。ちょっと待って、なんかいつもなんか他のやつと動きのあれが違う。
ね、ちょっとフリーザなんか他のやつと違う動きだ。ちょっと本気を出してあげようかな。それは俺の先輩特許だぞフリーザ。見えねえ。いける。これが俺の限界だと。え、いける限界だろってか勝ってんじゃねえか。ふざけんな。なんで俺が負けたことになってんだ。ノーダメだろ。バカだ。そんなはずはない。俺はスーパーサイヤ人だ。かっこいい。くたばれフリーザー。違うだろ、連続エネルギー弾からの。この時ベジータは初めて恐怖をし、初めて涙を流したんじゃ。海王様のナレーション入るんだよな、作中には珍しく。でもその1分後にまた涙を流す。そんなあまりの恐怖に涙さえした。これも初めての経験だった。って言った1分後にカカロットして泣くから、見よう。それもその情けないベジータ。今度はこっちからやらせてもらうよ。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めての。もうゲッ。ベジータはすでに戦意を失っていた。大丈夫だろう。この技すげえよな。これ背中殴るやつ。手助けしたかったらいつでもどうぞ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。あー、この到着シーンもかっこいい。まだゴミが残っていたのか。そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人の手で。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。やれ悟空さ。いや、カカロット。さっきまでのカカロットじゃない。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。フリーザ、もう貴様はおしまいだ。邪魔みや。出たはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。スーパーサイヤ人じゃ なかったのか。バカ野郎。非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっとなれたはずだ。よく聞け、カカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃ なかった。フリーザがやったんだ。原作だとここから40分ぐらい喋るからね。貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手って。許さねえ。おめえがオラに頼むなんて、よっぽど悔しかったんだろうな。オラ、地球育ちのサイヤ人だ。キッシュ。おめえに殺されたサイヤ人たちや、ここのナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。え、ベジータ埋めてあげて。くだらないことを。じゃないと、蘇った時に体が離れるんだ。俺たちは邪魔だ。クリリン、お前はいてくれ。ピッコロ、お前とご飯はいらない。お前邪魔だ、クリリン。早くしろ。クリリン全力で来てない。いや、その蹴りつ、あっちゅべだーつれーごめん。君はまだかなりのパワーを残している。君はまだかなりパワーを残してるけど、僕だって 50% でアナコだ。やめて、お願い。マックスパンの半分で許して。デスブラスターですよ。初めてですよ。僕に泥をつけたのはね。残念だったらフリーザ。ほら、地球生まれのサイヤ人孫悟空だ。
楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。あれで半分の力だっちゅうならこのまま十米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳そろそろ来るんじゃね。20米までなんとか引き上げるしかね。20米の後はだって体が持たねえかもしれねえが。元気玉だよ。かけるしかねえ。で、天使班の間抜けなさりは、おい、まだ忘れてないか。ソニーは海洋圏にある。すげえかっこよくないこれ。まだまだ痛かったぞ。これのカード出す持ってた俺。40米だ。もう最悪50米でいいだろ。何十米までいけるんだ。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。言ってたじゃん海王様めちゃくちゃ。今のは痛かった。痛かったぞー。言ったらの苦しかったな。ボールに閉じ込められてボッコボコにされたさ。え、まさかピッコロで足止めパンくるこれ。ねえ、ピッコロで足止め、俺ピッコロ使うの？孫のやつ、何かするつもりだ。怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。これちなみにマジで嘘じゃないよ。これ元気ダメ溜め始めてからフリーザに打つまでマジで1ヶ月かかった。少しずつでいい。本当に1ヶ月かかったこれ。溜め始めてから溜まり終わるまで1ヶ月だ。それはガチで夏休みの頭から終わりまでを溜めてたから。おめえ夏休み何してたんだっつったら元気玉溜めてたんだよ。まさかガチだよ。あのでかいのが時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。嘘だと思うなら見てこい。いつまでかな。本当だな。見てこいよ。嘘だと思うなら。ふざけるなよ。太陽じゃない。なんだ。え、ピッコロ使わないの。お前たちはここにいろ。出たあと絶対に来るんじゃないぞ。まさかエネルギーの塊。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。太陽剣使ってくれ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。世界一かっこいい緑来た。さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいヘイどもが。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。できた。できたぞ。やれ。すごいよねこれ超元気玉。しまった。こんなもの。こんなもの。いや元気玉たまんの。こんな。お父さん。ああよかった。なんとか倒した。ああよかった。地球に行けるか。危ねえ。すっかり忘れてた。まあ、ブルマさんのリクームが一番強かったな。リクームとジースとバータがね。そんな。ダゲー！フリーザだ！まずピッコロが貫かれる。ピッコロさん！貴様ら、一匹残らず生かしては解散ぞ。うわっ！フリーザ！ゴクー！やべ、鳥肌が止まらん。お次はガキの方かな。ドラゴンボールで一番好きなカットくる俺が。このカード出す俺死ぬほど大事にしてた。キラキラだった。やや後ろに振り向きながらフリーザを睨む悟空。許さんぞ。一
人事変わるからな。これ行こう。な、何？クソかっけえマジこの時の僕。犠牲がちょっとでも残ってるうちに。まさか。かっこよすぎない？お父さん、僕にも分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。俺は怒ったぞ、フリーザー。オラって言わなきゃなら俺ってあるからな。調子に乗るな、サイヤ人。俺にやらしてよ。ねえ、次のネーモンを次から次へと殺しやがって。あ、すげえ。めちゃくちゃ強い、悟空。お前はもう謝っても許さないぞ。おめえはもう謝っても許さねえぞ。それは見切ってるんだ、フリーザー。俺は残念ながら見切ってんだ、動きを。当ててみろよ、ほら。当ててみろよ。早く当ててみろよ。そんなもんか、おい。そんなもんなんだな。当たりさえすれば。いや、そう、いや、そう、当ててみろよ。まあ、そこかよ。さ、当てて、避けなんて、これ当ててみろ。さすがに、さすがにこれ避けじゃね。原作、ここ守らなきゃいけない。おめえやな。やべ、スーパーフィニッシュきた。おい、スーパーフィニッシュきた。ね、スーパーフィニッシュきた。何これ。俺があれ全部覚えてたから褒められたとこ。星は壊せてもたった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ。とっくにご存知なんだろう。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。チクシオー、チクシオー。終わりだ、フリーザー。この俺は死なん。宇宙空間でも行けれるからな。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられる。貴様らサイヤ人はどうかな。ベジータ生きれるんだよな、よくわかんないけど。この星を消せ。しまった。パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし、ちなみにこの5分の現実世界で1ヶ月かかってます。4話。5分もあれば十分だ、貴様を。2ヶ月かかってるらしい。あ、2ヶ月だって。おい、俺少なく見積もってたわ。仲間と共に宇宙船で脱出する。2ヶ月かかるらしい、この5分。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ、フルパワーフリーザ。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。何か手はないものか。待てよ、待てよ、待てよ。ああ、そっか。おい、地球の神よ、聞こえるか。11周かかってるんで約3ヶ月かかってる。進路は今すぐ読めるか。叶えてほしい願いがある。地球のドラゴンボールは一度に複数のものを生き返らせられるのだな。では、寿命で死んだものを生き返るかね。ギャルのパンティをくれ。残念ながらそれは無理です、自然史では。だが、ある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。最長老が生き返ればあと一つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。
なるほど。どうすんだ、最後にギャルのパンティーをお願いしたら。そういうことでしたか。俺たするぞ。今すぐ人笑い起こしてくれ、命がけの。さあ、願いを言え。タッカラプとギャルのパンティープビリットパロ。なぜだ、俺は生き返ったのか。どうしたことだ、なぜ私が現世に。サークルか、すごいくたばり損ないね。お前のことだろ。今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のようにクリリンのことか。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。変えてくれ、そのネゲネゲフリーザとこの俺を除いた者たち全てをに変えてくれ。俺も残るぞ、悟空。聞いておったのか、悟空。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。デンデよ、最長老だ。早く。最長老様。デンデ、すべて。このナメクセイにいるリーザ以外の人間を。すべてのものを。クリリンも残せよ。地球に移動させてほしい。あ、クリリン、体がバラバラだから生き返れないの。はい。願いはもうないのか。じゃあ天神を移動させてくれ。では、最後の願いを。あれは。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを六死にしろ。しまった。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリト、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろ、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。な、間に合ったか。デンデ強すぎだろ。おフリー、おベジータいるじゃん。なんか木の木陰に隠れてない。ここは地球という星だ。死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。ありがとう、最長老様。ピッコロと同化してくれ。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう、最長老。最長老じゃない、確かに最長老にしよう。やってこい、サイヤ人。15,000一撃。ただ戦闘力が落ちてきてるんじゃないか。悔しいか、フリーザ。このフリーザに勝てる。デスボール。おれ追撃だ。おりゃ、いや、その技出してきやがった。ゆめがめすーっ。フリーザー、生意気な。ゴミが負けるんだよ。さあ、見ようじゃないか。やめだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。強くなりすぎちまったんだな。ふざけるな。こんな子供だましに引っかかるな。いやー、うわー、うわっ。さあ、フリーザ。助けて、スロー、スロー。おお、うわ。
自業自得とはいえ貴様らしくねえ惨めな最後だったな。助けて、助けてくれ、助けてくれ。勝手なことを言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。俺に殺されるべきなんだ。俺は宇宙一なんだ。だから貴様は俺の手で、俺に殺されるべきなんだ。生かした後に殺す。いやー、フリーザ編完了かな。これでドドリアが一番強かったな、マジで。なんであんなドドリア強かったな。無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。ムーリ、新たに決まった最長老ムーリによってついにナメック星のドラゴンボールは復活する。優秀だよねこいつね。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており、自力で帰ってくるというのだ。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。真犯はね。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに来た。おっす、オラ悟空。オラも悟空。なんだって、フリーザが生きてた。しかも奴は父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって。オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか。お前の好きにはさせない、フリーザ。ん、おめえは。次回ドラゴンボール Z、 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘、絶対遊んでくれよな。はいはい、誰だ。こんにちは。おーよんな、地球の女。クリリン壊れちゃったんだね。次も絶対見てくれよな。